タルトゥの街並みタルトゥはタルト県に位置するエストニアで2番目に人口の多い都市である。首都のタリンが政治、商業の中心であるのに対してエストニア最古の大学があるタルトゥはエストニアの学問、文化の中心である。タリンの南 180km にあり、南エストニアの中心都市である。1030年、バルト地方へ進出したキエフ大公。 ヤロスラフ一世が軍事拠点を築いた。13世紀、リボニア大剣騎士団の支配下に置かれ、1262年、ドミトリー・アレクサンドロビッチの軍がドイツ騎士団を打ち破り、タルトゥを征服。1280年代には、ハンザ同盟に加盟、ドイツ人中心の都市となった。リボニア戦争でリトアニア対抗国、その後はポーランド・リトアニア共和国領となる。 1621年より始まったスウェーデン・ポーランド戦争の結果、スウェーデン王国領になる。この頃、スウェーデン王、グスタフ・アドルフによってタルト大学が設置され、後まで多くの研究者を輩出している。1700年より始まった大北方戦争は、ロシアの勝利で終結し、1721年のニスタット条約によってタルトは、ロシア帝国の統治下に入った。 18世紀の大火で町の大半を消失する。町はバロック建築や新古典主義の建築で再建される。第一次世界大戦末期にエストニアの臨時政府は独立を宣言するが、間もなくタルトを含むエストニアはドイツ軍に占領された。その後のパリ講和会議においてもエストニアは国際社会において法的な独立を認められなかった。1920年、 大祖干渉戦争に苦しんでいたソビエト連邦とタルット条約を結び、初の法的独立を承認させた。1939年、独ソ不可侵条約の後ソ連に占領される。第二次世界大戦中、ソ連に対する独立戦争で街は破壊される。戦後、郊外に作られたソ連軍の空軍基地のために、タルットは外国人立ち入り禁止の都市となった。 1991年の独立回復以降は、旧市街地の再建が進んでいる、出順大陸性機構、ありがとうございます。